い、いちごさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この間ね、ゆうやっちゃいなよの会見が行われまして、で、まあ命がですね、こう興奮している記者群に対してですね、ちょっと落ち着いてくださいって、子供たち、自分も子供がいます、そして子供たちも見ています、ルールを守りましょうよっていう風な発言をしていたんです。その後拍手がパチ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 って上がったっていうのが、このね、ルールを守りましょうよまではそうでもなかったんですけど、パチパチ拍手が上がった時にはちょっとね、んっていうところがあったんですね。あと、元社長のジュリさんのね、手紙っていうのがあって、それを読み上げていく状態において、とあるね、サイトではね、皆さんこう彼女に同情的だったんですよ。で、私にとって彼女に対しては私の親も毒親だったので、すごく同情するところがあるんです。自分に重なるところがあって、私もそうだったから、彼女も辛かったんだろうなっていうところがすごく感じ取れて、彼女にはすごく同情したんですけれども、一つの会社として親子関係がどうだったかとか、医者がどういうふうに言ったからとか、あなたは何だからとか、被害者であってとかいうふうなことは、ある意味まあ関係ないのかなって。今回の手紙を読まなくても、例えば、私は、パニック障害を持っていて、こういう会見でパニック発作を起こしてしまい、前回パニック発作を起こしてしまったので、今回は欠席をさせていただきますっていうふうな良しだけをお伝えされてはよかったんではないかなと、私個人としては思ったんですね。なんかやっぱりこのお涙頂戴じゃないけれども、なんかちょっと違うんじゃないかなって、被害者の立場で考えた時にどう思うのかなっていうところがすごく気になったんですね。被害者でもう本当に再起不能になっちゃって、傷ついてトラウマになってる方もいらっしゃるわけで、やっぱりこの一企業、大企業においてトップの人が罪を犯した、それでその経営に携わってきた人が、やはりね、いくら親子関係が悪かったからといって、やっぱりそういう立場にあったっていうことは知ってる知らないとは言えず、やはり責任問題が出てしまうのではないかなと。私は企業のトップというものは知りませんでした、関係ありませんっていうわけにはいかないんではないかなと思うんですけれども、間違っているのかなと、確かに彼女には同情するようなところが私はあるんですけれども、被害者の方のことを考えた場合、あれをあの手紙を読むこと自体が必要だったのかなって。私は別にもう前回の会見で体調を崩しました、今回は欠席させていただきます、一言でよかったんじゃないかなと思ったんですね。で、こう拍手が起こったのも、ある意味なんかその打ち合わせがあったのかどうかわかんないんですけれども、なんかちょっと不自然な感じがしたんですよ。で、あの時のジュリさんのね、気持ちについてですね、ちょっと占ってみたいと思います。本当にどう思ってるのかっていうところで、やっぱり被害者の方で、やっぱり被害を受けても名乗り出た方っていう方以上にやっぱり2倍3倍は被害を受けた方でいらっしゃると思うんです。やっぱり思い出したくないとか、それを考えた会社名を聞いただけで息苦しくなってしまうとか、もしくはもう本当に命を投げ出してしまった方だっていてもおかしくはないと思うんですよね。そう考えた時に、やっぱり自分のね、
母親からのきちんと愛情を受けれなかったことは、それはそれで不幸なことなんですけれども、やはり会社のトップとして責任ある立場として、やはり会見には臨むべきではなかったのかなと、私はただあの場所にいて頭を下げてるだけでもよかったので、いてもよかったのかなと思うんですけども、まあドクターストップっていう形であれば仕方ないのかなとも思うんですが、やはりこう被害に遭われた方がいらっしゃるので、やっぱり会社のトップっていう形でね、それはどうなのかな。私もそのやっぱり親がひどい親だったので、もう彼女の気持ちは本当によくわかるんですよ。だからね、そこは同情していると思うんですけどね、全て同情だけでは片付かないこともあるので、やっぱり被害が出てる、実際に被害に遭ってる方々のことを思うと、あ、かわいそうだな、ちゃんちゃんっていうわけにはいかないかなと思ってるんですね。それは仕方ないかなと思ってるんです。私は冷たい人間なんだろうかと思うんですけれども、ちょっと彼女の気持ちをちょっとですね、占ってみたいと思います。はい、では過去から言ってみます。過去、デビル、やっぱりこのね、叔父である、叔父のやったことから、本当にこうね、解放されて、彼女自身もやはり、そして母親のことから解放されたいっていう気持ちがあったんだと思いますよ。彼女自身も苦しんでいたところがあったんだと思いますよ。やはりその苦しさっていうのはね、にあのその家に生まれてきてしまったが故に逃げられないような状況下にあったんですね。本当にやりたくなくてもやらざるを得ないね、関わりたくなくてもね、親子関係を切りたくても切りざるを得ないような状況下にあったって感じですよね。確かにそうかもしれないですね。だから会社に行っても顔を合わすことがなかったとか言ってたけど、それはそうだったと思いますね。ちょっと見えますかね。ソードの9ですね。かなり頑張って来られたとは思うんですけれども、なんかでこううまくいってない感じがしますね。もう今現在ね、今回のことでちょっと周りからの理解が、本当は同情されて、あれなところもあったんですけど、なんかやったことが裏目に出ちゃったっていう感じがするんですよ。ね、変な NG リストとかもあったりとか、やっぱり手紙が
本当だったらそれは大変だったね、あなた知らないんだったら仕方ないよねっていう風な話になるところだったんですけど、その NG リフトが出てきたりとかね、あの左手と右手の上げ方でやるとかね、本当はいろいろ前もってね、そういう風な人がそういう会見をやろうと思ってうまく切り抜けられると思ったんですけど、ちょっとうまくいかなかった、爪が甘いっていう感じがしますね、あの裏目に出たとかね、そんな感じがします。はい、表面上の心理、はい、お金ですね、お金、ペンタクルス、お金、愛人カードですね。なんかそのやっぱり今持ってる資産とかにすごく執着を持っていたりとか、もうどうにでもなれっていうふうに思ってるようなところ、二面性がありますよね。執着を持ってるとか、もう本当になんか、全部こうないものにしたいとかね、そういうふうな感じにも見えます。もっと深いところの心理、はい、時は来た今ですね。今まで本当だったら優しいお母さんと自分でと普通の家庭を築きたかったのに、それができなかったのはこの会社があったからだってどこか心の奥に思っていて、これを終わらせるのは今だなって、ある意味ちょっとね、自分の中ではこの会社がゆえに自分と母親との人生は崩れ去ってしまった、自分の幸せは崩れ去ってしまったから、もう全部をね清算するのは今しかないと思っているのかもしれない。それを支援するもの、妨害するもの、ソードの5、なんかね、策略的になんか物事をやるっていう感じのカードですよね。もっとなんかうまいことやってしまおうとかね、そんな感じのカードになりますね。まあほとんど人も信じてないのかなっていうか、もう全部愛人、人に対するスタッフとかに対することももうどうでもいいやみたいなところがあるのかもしれない。行動を正さなければいけないねっていう時に来てるのかもしれない。なんかもうスタッフのためとかね、被害者のためとか言ってるけれども、あまりそういうところを感じないカードなんだよね、これは。彼女の置かれている状況をソードのページ。かなり言ってることとかやってることがね、ちぐはぐなところもあったりとかね、もこうすればこうなるだろうって頭の中で考えたことがふとしたことで崩れていって、その穴先からどん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 火車のように崩れていっている感じがするんですよね。まあ誤解を生まれやすいというか、彼女自身もそういうふうに判断されやすいところがあるのかもしれないですよね。もしかしたらちょっと違うかもしれないけど、誤解を生まれやすいっていう感じもしないでもない。そうですね、周囲の状況を、新しい会社をね作るっていうことなんですけれども、これは
なかなかね、その一本ポンと立ち上げられるっていうような状況ではないよって、かなり厳しい状況があるよっていうところが見えます。今の状況のままでは見直しが必要だよって、見直しが必要。願望または不安、あ、全部裏目だね。なんだろうな、これリバースばっかりだね。これも王様で、これもあれですね、カップの王様ですね。これ聖地だったらすごく心優しいんだけど、もうなんていうかな、心が落ち着きがないっていうか、こう感情の起伏が激しいような状況になってるんですよ、彼女自身が。もしくはそういう風な人が、彼女を操ってる、そういうキングみたいな、Jを操ってたその裏の人が、そういう感情厳しい男性がいて、不安定な男性が権力者がいる、彼女もそれに操られているっていう風な感じがある。彼女自身の性格が操られている、重たいのか、彼女の、近い将来、忍者のカード、忍者ね、もうとにかくこう口を閉ざして私は知りませんということで、公に出ることもなくひっそりと自分の意見を表に出さない感じがしますね、今後もね。だから会見を開いて彼女の意見を聞きたいとか、そういうふうなことも、するつもりがないですねっていう感じがします。とにかくこう今までのことは私は知りませんでした、それで、それ以上発言はしたくないと思っていると思いますね。はい、最終結果ですね、馬車ですね、戦車。もうあれですね、これは、突き進む感じがしますね、このまま。ね、NG ワードの NG 記者の写真が、記者の方に向いて顔が見える状態で、普通裏返しとかそういう重要な書類とかはね、見えないファイルに包んでおくとかなんかするわけですよ。もうそこまで仕組まれてるって感じがしますね。そうしなさいっていう風に誰かが動いてるんじゃないんでしょうかね。このまま突き進むんじゃないかなと思うんですよ。これはもうこの道、正しいものは正しい、これからの時代は正しいものは正しい、正しくないものは正しくないで、はっきり表に出てくる時代になるんです。今まではちょっとごまかしたりとか悪いことをしても、それは隠し通せる、隠し通すことができる時代だったんですけれども、これからの時代は、今までやってきた罪汚れとか、このなんかやってきたもの、人の目さえごまかして自分が美味しい思いをしようとしてきたものとか、そういうものが全て明らかになってくる時代が来るのです。そっちに向かってるんです。だから今まで分かんなかったことが分かるような時代、裁かれる時代が来るね。だからまあある意味、そういう時代の方向に進んでいくんだろうなっていう感じがこのカードから出てきますね。もう突き進む、聖なる方向に突き進みますよっていうカード。名簿、NG 名簿がで
顔が出てる状態で出てたっていうこと自体が意図的なんじゃないかなと私は思うんですよね。なんかそうあるべき、見てくれと言わんばかりに、ちょっとねおかしいですね。そして NHK がそれを発信したっていうところが、まあ、ある意味その裏に何かが、例えば今回のこのね、会見をされた裏で何かが着々と進んでいる可能性も、議論が進んでいて、あの国民が知らない間に物事が進んでいる可能性もないとも言えないです。なんかこう騒ぎがある時、芸能人が何かやったとか、あの薬物やりましたとか不倫しましたとか、そういう時の裏では何かしら動いてたりするので、今回のこともなんかちょっとあるかもしれないけど、とにかく風の時代になってきて、今後はもうはっきり物事分かるようになっていますっていう感じですね。やっぱり彼女自身も苦しんでたと思うんですよ。このおじさんと母親のこの呪縛から離れたいと思ってたんですよ。でも離れられない、もうね、あの拒否できない状況だったんですね。この、ここにか、この会社に関わらなければいけないような状態で本当に苦しかったと思うんです、彼女自身が。でもまあこうね、やるだけやって、それが裏目に出て、ね、あとはまあ表立ってはこういろんなこと、お金も欲しかったり、でもお金も欲しくなかったりね、もう何でもなってしまえて、やけっこちになってるような時もあるし、やはり本当にこう母親と子供、これ母親と子供なんですけど、やっぱりそういうふうにこう愛にあふれた家庭生活を得られなかったのもこの会社のせいだっていうところも、どっか彼女の心の奥にはあるんだと思うんです。彼女自身がすごく辛い思いをしてきたわけなんですよね。だからその辺はね、やっぱりねぎらっていきたいと思うんですけど、なんか全部リバースで、この権力者、そしてこのね、立ち上がる、こう、あの一本ポンと立ち上がって、あの意欲を示そうっていうカードも、全然もう意欲がないね、立ち上がられないような、もう気力なくしてるっていうカードが出てるし、もう今までのことは全部包み隠しますよというカードも出てるし、もうこのまま白い方ね、聖なる方へ突き進みますよっていうカードが出てるので、もうある意味ね、あのこのダークな世界は消滅して、これからクリーンな世界になっていくのかなっていうところがあります。で、あの私が思うには、ね、今所属されているタレントさん方もね、本当にこうきちんと安心して、ね、やっていけるような、体制作りですね。あと被害者の方々にきちんと補償をしていただけるような体制作り、そこがね、会見でねなかったっていうところですね。被害者の方にどうやって、何をどうやってその被害者の方々に、補償をしていくのかっていうところの発言が一つも出てこなかったところに、ちょっと不可解な感じがね、結局何も決まってないのに会見っていう形で、一番本当そこを何とかしていかなきゃいけない。例えば今持ってるものはどうしていくのかとかね、今持ってる財産とかをどのぐらいがあって、どういうふうな風にね、あの被害者の方々にもやっていくのかって、まあ長いね、問題になると思いますので、今後決めていくことで、今はまだわからないっていうことなんですけどね、ちょっとね、まあ同情すべき点はあるんですけれども、私はあの手紙はいらなかったかなと。あの体調パニック障害を患っていてね、
会見には出れませんと一言でよかったのかなって、やっぱりそういう気がしました。やっぱり会社の、責任たるものはね、まあ、守られなきゃいけないんですよ。病気を持ってる人っていうのは守られなきゃいけないんだけど、やっぱり表舞台に出てそれ以上に苦しんできた人たちもいたりとかするかもしれないのでね、彼女を追い込む必要ことはちょっと良くないと思うんですけれども、やっぱり、会社の責任者になるっていうのはそういうことだと思うのでね、まあ本当に彼女にはね、同情しています。やりたくなかったんだね、逃れられなかったんだっていう過去のカードですごい出てるので、それは本当のことだと思うんです。そして母親とかおじさんとかの相性が良くなくて辛い思いをしてきて、本当に、普通のね親子のね愛をね感じ取りたかったっていう思いがねすごい出てるので、どっかその会社にいて会社を大きくするために働いてるけれども、どこかその会社に、まあネガティブな思いがあったんじゃないかなと、そういうふうなところも、だからそれを全部すべて消去消し去りたいっていう気持ちもあるんじゃないかなって、まあそういう感じの気持ちが出てると思うんです。まあでもクリーンな社会になっていくね、とにかくまあ被害者の方 と、タレントさんが守られて、でファンの方が、まあね今後も同じように、応援をしていけるような会社でありますことをお祈りしております。いちごうさぎでした。初見の方はチャンネル登録をお願いいたします。また、いつも見てくださる方はいいねボタンもお願いいたします。